教えてあげるよ。考えてもそれってピロピロピンポンドーンじゃないの。どっからどう見ても。
そんなことおっしゃられても。いいえ、でも。ですから、私はいらないと申し上げたのですが。すいません。でもちっともおかしくはないんですよ、クラナリさん。はい。もしかして、クラナリさん、ご存じなかったんですか？
自己紹介してあげて。はい、わかりました。私は茜ヶ崎空、正式名称は LM-RSDS-4913A と申します。このレミューの案内係を仰せつかっている人工知能、いわゆる AI プログラムです。私はレミシステム内の機能の一部として組み込まれていますので、手近な端末で呼び出してくださればレミューの館内どこにでもすぐに参ります。また全館に及ぶ本格的な RSD を採用することで私の姿形は実現されています。おそらく世界でも珍しいのではないでしょうか。RSD 確かに珍しいわね。これほどのものは他では見たことないわ。レミューの自慢の出し物の一つだからね。そっか、だからソラさんは停電の間いなくなっちゃってたんだ。ええ、どうもご心配をおかけしました。すいません、私の口からは言えません。秘密なんです。詳細なデータを持たされてないのね。ええ、そうです。あなたは衝動や意志を持ってるみたいだけど、自立した考えを持っているように見える。それは莫大なサンプリングから無作為、あるいは作為的に抽出して結果を返しているだけです。無作為、ああなるほど。デタラメなことをして褒められたら、それが正しいことであることを学習するのね。そうです。それに好奇心、集中力を有効に機能させることに関してかなりの配慮が払われています。音声入力による携帯素解析もおそらく他に例を見ないレベルで高速かつ正確なものを持っていると思います。あとはちょっと特殊な技術を使っている部分がありますね。
あなた、本当に優秀みたいね。つまり、空は他人の嘘を見抜けるの。未知の情報の真偽を分析できるのよ。さらに、与えられたデータを比較参照するだけでなく、運や勘の要素も取り入れて自立判断ができる。コンピューターが自分で取捨選択をしてデータを更新して、プログラムを書き換え、効率化されていく。ものすごく高度なことなのよ、これは。はい、最新の技術が使われています。でも自分が嘘をつくのは下手なんです。そちらの機能はまだまだ未発達なんですよ。あれはただの設定です。私に設定されたプロフィールがそういうことになっているというだけです。
ラナリさん。そうなんですか？相手に弱点をつかれたけど、面白かった？それって矛盾してませんか？少し難しいですね。困りました。どういうのがナイスツッコミなんでしょう。ええ、そうですね。実際に例を示しながら説明しますね。ええ、はい、私の画像です。一般的なホログラフィックスクリーンは背後にある物体を透過してしまいますが、眼球そのものを仮想画面として扱い、また周囲背景と合成した画像を高速で送り続けることで、その問題はクリアされています。